くりおこげ風あんかけを作っていきたいと思います。炊いたご飯をそのまま、ちょっと平たく伸ばして、油で揚げておこげのような、仕立てにして、生姜とニラと、海鮮を入れた体ポカポカ温まるあんかけを添えて作っていきたいと思います。ポイントはニラと生姜です。ニラと生姜を入れていただければ、他の材料はお好みで結構です。それではまず白菜ですね。まずこの硬い部分と柔らかい部分を少し分けます。であまりにも厚い場合は、少し削いでいただくと火の通りが早く入りますので、少しこう白菜を削いでいただきます。でも一口大に切っていただければ結構です。こういう感じですね。で葉っぱの方は、ちょっと先ほどの硬い部分より大きめにこういう感じで、切ってあげます。ニラは4センチほどの長さに、切っていただきます。人参は、薄切りにしていきますが、このまま薄切りにしていただいてももちろんよろしいんですが、少し切り目を入れていただくと見栄えが良くなりますので、まあなんかこういう感じで少し切り目を入れていただいて、5ミリ厚さぐらいに薄切りにしてあげます。そしてあとは、生姜を、すりおろして、あさりは砂抜きしております。そしてエビは、きれいに掃除してあります。でこちらで、あんの材料の下処理は完成です。はい、それでは、次に簡易的なおこげ風を、作っていきます。今日はこの温かい、炊いた、まあ普通に食べるご飯ですね、必ず温かいご飯を使って、作っていきたいと思います。まずこれをこのビニール袋の中に入れます。そしてちょっと香ばしさをつけるのにお醤油を、少し、はい、温かい、必ず温かいご飯でこのように、お醤油を全体的にまぶしながら、ちょっともみもみしながらこう粘り気を出していきます。粘り気を出すので、必ず冷たいお米だとなかなかこうお米の、もちもち感が出にくいですので、冷凍したお米でもあのご飯でもいいですから、必ず、再度、電子レンジでも結構です、温めていただいて、このように温かい状態で、揉んでいただきます。なぜ揉むかというと、おこげをこの後平らに、伸ばします。伸ばすのにお米のこの澱粉質の粘着性を利用して、おこげのようなものを作っていきますので、しっかりとビニール袋がこう破けない程度にしっかり力を入れてこのように揉んでいきます。ポイントとしては、まあちょっとお米はもちろん潰れて結構なんですけど、こうまだこれだと米粒がまだパラパラな状態です。こっちの方になってくると少しこうお米が潰れてくっつき始めてます。全体的にこういう感じでお米の粒は潰れても結構ですけど、くっつけるような感じに、していただきたいと思います。でこれぐらいに、はい、分かりますかね、こういう感じでもう最初のお米の粒がだいぶ、くっついた状態になりました。そうしましたら、これを伸ばしていきたいと思います。今ここにラップをちょっと広げてます。ラップを広げたところに、ここから今ちょっと形を成形していこうと思います。ちょっと大きめのラップに平らに伸ばしていきます。で本来おこげを作るときは、かなり薄くしないと乾燥しにくいですので、しっかりと、伸ばすんですけれども、今日は乾燥させません。このまま揚げていきますし、まあ、おこげ風ですのでやっぱりこう食べ応えがある方がいいと思いますので、程よく厚みがある、まあ、大体どれぐらいですかね、1センチぐらいの厚さぐらいがいいかなと思います。よし、はい、こういう感じの、まあ、おこげ風のものが
で今日は、形を食べやすい大きさにちょっと、はい、こういう感じでくっつきます。4つぐらいにしようかな。はい、こういう感じで切っておきます。それでは、おこげのあんを作っていきます。まず、中華鍋に中華スープですね、中華スープを入れて今温めてます。そこに、まずは白菜の、ちょっと硬い方の部分ですね、こちらと人参を、入れていきます。でやっぱり沸かしすぎると濁ってしまいます。見た目が濁るということは必ず味わいも濁ります。ですので沸騰したらで1分ほど、弱火でことことと、味わいを抽出していきます。そうしましたら、次に白菜の、葉の部分ですね、葉の部分とあさりです。でまたさらに同じように、中火ぐらいでことことと、お野菜のうまみと、あと今これからアサリの殻を開けるように火を入れます。ただアサリは煮すぎると硬くなってしまいますので、この開くぐらいまでの間にこの後調味をしていきます。お酒ですね、お塩です、お醤油、はい、そして今度はエビを入れていきます。おろした生姜を入れていきます。で味が、調味が決まりましたら仕上げにこのニラです。で材料がすべて入りましたら、ここで水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。水溶き片栗粉を、入れるときは必ず火を消します。火を消していただいて細く入れながらお鍋を揺らしながら入れていきます。仕上げにお酢を、少々加えます。はい、こちらで、おこげのあんの完成でございます。それでは次におこげ風を揚げていきたいと思います。まずフライパンにだいたい1センチぐらいですかね、このおこげと同じ量、もっと少なくてもいいです、をフライパンに、入れて今温度を上げてます。長時間あんまり油の中に入れてしまうとお米の水分が全部抜けてしまいますので、表面だけカリッと揚げて中はこの柔らかいもちっとした状態に、揚げていきたいと思います。ですので油の温度はだいたい180度ぐらいを目安にしてください。入れた瞬間にこのような細かい泡が出てきます。はい、これぐらいで結構です。なるべく、くっつかないようにしっかりと離して、で入れたらあまり動かさなくて結構です。このまま、香ばしい色がつくまでこのまま置いておきます。はい、このように香ばしい色がつき始めてきたら、裏返して反対側にしていきたいと思います。でこのままもう少し、全体が香ばしくなるまで揚げていきます。はい、これぐらいまで、香ばしい、表面もカリッとしてきました。こうしましたら、取り出していきたいと思います。はい、こういう感じで見るからに香ばしくカリッと、した感じに、仕上がりました。それでは熱々のうちに、お皿に、はい、完成でございます。外はカリカリ、中はもっちり、熱々の手作りおこげ風あんかけできました。